どうも、みつみついと申します。本日もポケモンコマスターの方をやっていきたいと思います。で今回なんですけども、なんかこの飛び回る鬼スズメっていうね、この8番のところは結構やばいっていう感じなので、ちょっとこの動画でやっていこうかなと思います。じゃあ挑戦したいと思います。なんか鬼スズメが3匹いますけど、そんなに鬼スズメってやばいのかなっていうね。ポケモンのね、本編だったらそんなに大したことないでしょうっていうあれなんですけど、わ、なんか出てきたもんいらっしゃい。よくここまでたどり着いたわね。彼女がこのフロアの対戦相手です。しかしひるむことはありません。今のマスターの実力があれば負ける相手ではありませんよ。そう思うんだけどね。あら、ずいぶんと見くびられたものね。でも私のフィギュア人は違うの。お、なんだ、ズルか、改造ポケモンかなんかか。マスター気をつけて。あのフィギュア紫技持ってる。あ、なんかそれちょっと調べたんだけど、紫技ってのはなんか結局一番最強なんでしょ。つってもまあ私のボーマンでも持ってるけどね、同じ飛ぶっていうの。まあ一応紫技って聞いてみるか。紫技は全ての白技に勝つことができる特殊技です。でもあれね、飛んだところでまあなんだろうね、なんかベンチ送りにすることはできないじゃないですか。まあなんだろう、倒すこともできないけど、どうなんだろうねそれって。油断せず行きましょう。さあかかってらっしゃい。紫技を持ってるやつが3体いるっていうのはやばいよね。うちだとボーマンダ君しか持ってないもんね。先行しな。ああ、今なんとなく先行の気分だったんだよな。先行欲しかったな。なんか気分的にな。鬼スズメばらまかれてやだもんね、このフィールド上に。ほら、あったで来るんだ。そうかそうか、君はそういうやつだったのか。とりあえずこの辺でストライクでにらみ効かしとくか。おお、そっちか。とりあえずボーマンダ君をこっちに出す。そっちから行きますか。じゃあハリマロンで外壁か。全然鬼スズメ出してこないじゃないか。飛び回る鬼スズメってタイトルちゃうんかい。ストライクで行くぞ。おお、やるかい。ここでもうここで決着つけちゃうか。行くぜ、やれ。おーしおし、負けたかと思った。お、来るかい鬼スズメ。お、紫でけえな確かに。いけ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 、剣の舞峰打ち。でも飛ぶだったら倒せない。うわ、なるほどね。これは確かにちょっとうざい。行くぜ、いけ。多かった、やったミスっちまえばこんなもんよ。お、やべ、すげえ鬼スズメが来る。剣の舞切り裂く、おっしゃ、最強技いったれ。ねえ、物理でドンよ。これで OK でしょ。はい、じゃあこれでチェックメイト。やったー。そんなに強敵ってほどでもなかったな強敵鬼スズメって聞いたんだけどね。まあまあこんなもんよ。 OKOK、 ラウンジ付けだ。あ、ウェイト勝ち。ウェイト勝ちって何これウェイト勝ちの意味が分かってないな。ちょっと後でググろう。なんか欲しいな欲しいな。青青、あー来ない。俺はだったら鬼スズメとかもらえたんかな。どうなんだろう。はあ、なるほどね。まあそんな感じでね、まあ鬼スズメはまあ強敵、まあ強敵っちゃ強敵かなでもまあ私にかかればこのへの突っ張りもいらんですよって感じですな。はい、というわけで、以上でございます。本日はね、まあこんな感じで失礼させていただこうかなと思います。失礼いたします。お疲れ様です。